こんにちは、管理栄養士のムクドリです。今回は太る朝食3選というテーマで進めていきたいと思います。この動画を見ているあなたは、朝だったら一番太りにくいって言われてるから何食べても大丈夫でしょう。そもそも朝ごはんでなんで太るのかよくわからないかも、こんなことを思ってるかもしれないですよね。もし仮にこの動画を見逃してしまっていたら、痩せるために自分では健康的な食生活って思っていても、実際に体重だけはどんどん減っていくのに、太ももの太さは変わらず上半身だけ痩せていくなんて状態にもなってしまいます。でもまさか朝ごはんに原因があることなんて気づかないため、足痩せするにはやっぱり筋トレが必要なんだってなって、ひたすら足パカをやったりスクワットをやったりすることになります。ですが、あくまでもその筋トレは対処法になり、そもそもの原因の解決にはつながっていないため、筋トレの効果が出てくれずに、やっぱり足痩せは無理なのかなと、あなたの頑張りが無駄になってしまいます。でも大丈夫です。この動画を見ることで具体的にどのような朝ごはんが太ってしまうのか一発で分かってしまうため、今後朝ごはんどんなのは避けたらいいんだろうって悩みがなくなっていきます。ちなみに私が今までサポートを行ってきた方の中には、朝ごはんに良くないものを食べていたことに気づけなかった OL さんが、朝ごはんを少し変えただけで1ヶ月で太ももマイナス3センチ達成された方がいらっしゃいます。それでは早速、実際にどんな朝食があなたの足痩せを邪魔をしてしまっているのかお伝えしていきたいと思います。主に避けたい朝食は3つあるのですが、1つ目はフルーツグラノーラ。フルーツグラノーラってなんだか健康的な感じがしますよね。でもこれって実は本当に太りやすいんです。まずカロリーが高いだけでなく、グラノーラは糖質も高いんです。グラノーラだけでも糖質が高いのに、これに牛乳をかけて食べるってなると、もうさらに糖質が加えられてしまいます。またそれだけでなく、グラノーラを食べやすくするために砂糖で周りが固められていることもほとんどなんです。朝からおやつを食べていると考えても良いです。2つ目は菓子パンです。これは私も昔朝ごはんにしてしまっていたのですが、やっぱり菓子パンは朝に食べても太る原因になります。菓子パンはカロリーや糖分が高いだけでなく、脂肪分も多く含まれているからです。脂質を摂りすぎてしまうと、悪玉コレステロールも体の中で増やしてしまい、血流を悪くしてしまいます。血流が悪くなると足の冷えが加速されていき、老廃物が流れずにどんどん溜まっていって、むくみが解消されない足になってしまうんです。3つ目は野菜ジュースです。野菜ジュースって野菜がついているだけでもう何か健康的に感じられますよね。ですが野菜ジュースも太りやすい朝食になってくるんです。まず野菜って書いてあるんですけど、野菜を食べることで摂りたい栄養素の食物繊維やビタミンが抜けていってしまってるんです。これは製造過程を見てみると分かりやすいのですが、製造するときにまず最初に高温で加熱しています。高温にすることでビタミンが壊れてしまうんです。また絞って野菜ジュースにするんですけど、絞りかすは含まれていないので不溶性食物繊維は含まれていないんです。だからといって野菜ジュースは栄養ゼロっていうわけではありません。栄養補給の補助的なものといった目的で摂ることをお勧めします。また飲みやすくするために砂糖を使用しているものもあるので、原材料の確認をしっかり行っておきましょう。それでは今日のおさらいです。足痩せ頑張っているはずなのに、なぜか全然変化を感じない方は、朝食に原因があるかもしれなく、その原因は3つ。1つ目はフルーツグラノーラ、2つ目は菓子パン、3つ目は野菜ジュース。これらを朝ごはんにしている可能性が高いということ。
知っているか知らないかでダイエットはやりやすくもやりにくくもなっていきます。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。またねー。